ーパネルっぽいのがあるね。テンポラル、バックアップシステム。これに触れておけば、ウロボロスの範囲外になっても、この地点から再起可能となる。ゲームでいう中間セーブポイントってことね。例題としては適切である。下を入力した情報をダッシュしながら攻撃入力でダッシュ攻撃が可能である。空中でダッシュ入力で空中ダッシュが可能である。上を入力しながら攻撃入力で上攻撃ができる。頭上の敵やオブジェクトを破壊する際の使用が推奨される。進捗保存完了。電流やレーザーを弾くことはできない。回避が推奨。なんかどんどんボロボロになってきたね。初期化処理が可視化されているだけである。初期化？崩壊に注意されたし、その場で動かずにいるとゲージの回復が早くなる。データ更新完了。扉の中。こっちだよ。対象を処理します。対象を処理します。